リツォング国立自然史博物館の正面入り口、リツォング国立自然史博物館は、旧称がトランスバール博物館で、南アフリカプレトリアにある自然史博物館である。プレトリア市役所の向かいのポールクリューガー通りにあり、ウィザギー通りとミンナール通りの間である。この博物館は1895年にトランスバール共和国によって設立された。2010年に、 南アフリカディツォング博物館を創設した際に、重要な博物館であった。この博物館では、ユネスコ世界遺産に登録されているステルクフォンテン、スワートクラン、クロムドライからの人類を含む先進予から、後進予の化石の膨大なコレクションを管理していて、ユネスコの世界遺産、南アフリカの人類化石石群、並びに、ペルム気候機のセラプシドを含む、 アウストラロピテクスアフリカノスの標本の最も完全な図骸骨であるミセズプレスはこの博物館に展示されている。さらに哺乳類、鳥類、爬虫類、無脊椎動物の膨大なコレクションがある。1909年3月のトランスバール博物館のスタッフこの博物館はもともと1892年12月1日にトランスバール共和国の国立博物館として 設立され、JWB ガニングが初代所長に任命された。設立後の最初の2年間、博物館は王、ラートサールにあった。トランスバール博物館は、1999年4月1日に、プレトリアに本拠を置く、国立文化史博物館と、南アフリカ国立軍事史博物館と合併して、ノーザンフラッグシップインスティテューションを設立した。2010年4月、 フィーは正式に南アフリカディツォング博物館に改称され、同日トランスバール博物館はディツォング国立自然史博物館に改称された。ディツォングは最高経営責任者と以前の3つの独立した博物館のボードにとって変わる新しいボードによって管理されている。ありがとうございます。